はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。コスケです。コスケやっていたいのは俺ゴスケです。はい、よいしょ。今日はまずね、動画を撮ったんでちょっとだけ見てもらおうかな。ブログの方には何度か書いてるんだけど、可愛いんだよ。あんまやっちゃいけないことな気もするんだけど、野鳥、白石霊、石霊ってどこにでもいる鳥だと思うんだけど、あれがねすっごい慣れてて、手からね手にお菓子のくずをこうあげると飛んできて、こうツンツンツンって外にいる普通の鳥だよ。すっかり顔を覚えてくれたみたいで、それが可愛くてね、ちょっと動画を撮ってみました。はい、ではどうぞ。いいでしょ、かわいいんだよで、あまりにもかわいいから餌を買って、お菓子のクズばっかりだったら健康に悪いと思うから、餌を買っていったら、その餌は全く食わないんだでブログの方には載せましたけども、それをパラパラっと下にやると、まあスズメがいっぱい寄ってくる、スズメもそのうち手から食うようになるんじゃねえかななんて思いますけど、スズメはすごい警戒心が強いね。あの石霊はなんか好奇心旺盛な感じがするけど、スズメはこの時期寒いとさ、まん丸になっててさ、可愛いじゃん、なんか膨らんでてね。はい、てな感じで、今日の動画は、前回も俺途中いろいろ言ってしまったけども、被るところも多いんだけど、飽きない工夫みたいなのをちょっとやってみようかなと、思います。はい、その前に園芸だね。ハウルチア、あれね、動画の中では動画の後ざーっと水をねかけて、葉っぱの汚れもきれいに落として、すごーく可愛い感じになりました。はい、あ、これな、やっぱそうだよな、そうだと思ったんだよな。まあいいや、これ違うのかな、まあいいや。園芸用品ではないんだけど、まあここで使ってもいいかなとも思うんだけど、パラパラいろいろいじってると土が落ちたりするじゃん、家の中だから。でまあ掃除機ですりゃいいんだけど、そこまででもないっていう時がさ、はいはいはい、ほうきとちりとり、このサイズいいんじゃないと思って、まあここで使ってもいいのかなーって気もするんだけど、ここはねいっぱいあるんだ、いただき物のこういうのとか、ね、これすごく気に入ってます。でここはさ、あんまりちりとりいらないんだよね。下は掃除機で吸っちゃうし、上はこうこのね高いところからこうするのに手で受けられるじゃない。でこれは主に床だから、ちりとりあったらいいなーと思って、でこれがほら、これ磁石がくっついてて、パチンと。これもね、よく見る、ガーデニングの秘密のマダムさんが、いいよって言って。で、これね、かけてたんだよね、こう壁に。壁にっていうか、こう、ラックに。ここ穴開けて、なんかつけなきゃダメじゃん。ダメじゃん。まあ、なんかやりますわ。タッピング入れてそこに針金巻きつけるだけでもいいかな。穴開けようとも思ったんだけど、そこまでやる必要もねえかな。ね、タッピングでいいね。はい、それとこれもこの間のあれもそうだったんだけど、ジョウロもそうだったんだけど、はい、ピンセット何個あんだよってね、いっぱいあるんだよ、いっぱいあるんだけど、このタイプは持ってなかった、このタイプは持ってなかったんだ。もうね、こういうのがあるよ、使いやすいよとか言われちゃうとさ、もう買わずにいられないんだよね、試したくって。よいしょ。普通のピンセットっていうのは普
通のピンセットがあったね、普通のピンセット、これは押すと開いて離すと閉じる、押すと開いて離すと閉じる、押すと閉じて離すと開く、これ逆だよね、逆。なんか葉っぱをねちょんとこう挟んでいてチョキって切ったりとかするのに使ってましたけど、これこうとんがってるじゃん、これだとねやりづらいんだけど、俺あの植え替えの動画でさ、箸でシャコシャコついてね、それがこれだとほらサクサクやるのにいいじゃない、ちょうどなんて思ってね、使い心地はどうなんだろうなんて思って、うん、買ってみました。はい、園芸用品終わんないね、よいしょっと、なかなか皮に取りかかれない今日です。これね、あの赤みが出てるアガベ、これ切って1枚にしてファサッとかけてあります。上に同じ場所に置いて、温度はやっぱりね、光の下だと暖かいからさ、寒いとこは嫌だしって思って、あ、そっか、光を遮りゃいいんだって、ちょうどこれがいいみたいなのをね、あの発信してるとこがいて、あ、いい案だなと思ってやってみました。で、気がついたらないね、あの小葉磨く半歩です。気がつくと、あかん、いかん、いかん、いかん、在庫がなくなってるって慌てて作るんだけど、これがまた忙しい時に限ってなくなるんだよ。だ、今回はもう数こんだけ、もう少しだけしか、ちょっと時間できたらまとめて作ると思って、なんてことないんだけどね、なんてことないんだけど、でもこれいいよね、めちゃめちゃ早いもんね、これ使うとね。うん、これ微妙、半分に切ったらどう、ギリギリ、いや一回一個ぐらいでかいのがあっても、いやそんなことねえな、どう、大きさを測ってみれば、一応ね10センチ以上ないとっていうところで、うわーギリギリねえや、やっぱ俺のそのパッと見た時が19センチでしたね。はい、さあ縫うか。さあ飽きない工夫です、今日は飽きない工夫。みんな逆に聞いてみたいな、どうだろう、こういう仕事をやっててずっと同じ作業をやらなきゃならない皆様、よいしょ、どんな工夫してんのかなってちょっと気になるよね。まあ俺はほら結構こうやって動画撮りながら喋りながらやったりしてるじゃない、これでまた結構ね、飽きないというか、なんというか、あ、足を縮めましょう、よいしょ、これって動画撮りながらやること、せーの、よいしょ、はい、画面が揺れて不快なことこの上ないかと思いますが、はい、よいしょ、ピッチをぐぐんと、細かくしてスイッチを、まあ俺はね、皆さん見てる、僕の動画を見てる皆様はね、そう、この動画もそうだし、あとは、細かすぎ？スピードをぐんとアップしましょう。ピッチが細かくかきゃその分進むのは遅いですからね。これがまあワンピースだったり、なんか見ながら作業してる、見ながらっていうか、うん、じっとは見てないけどね、やっぱりさすがに音半分、たまにチラ見するぐらいだけど、
これが届いた人はラッキーよね。ちょっと大きいから、いやあんまりそんな大きなラッキーじゃないですか。もっと早くしよう。まああとはね、前回の動画でも言ったけど、何かしらこう変えたりしてるよね。やり方を変えたりなんだり、そういう工夫をしてる時って、もっといい方法ねえかな、なんだねかんだねとか、こうやってみたらどうだろうと考えてる時っていうのは割とこう飽きないよね。まあ、どこまで行っても終わりがないじゃん。ちょっとちっちゃいかなこれ。これ狙ったところで止める練習にはいい練習になるわな、うん、練習というか慣れるためにはこういうものをこうガンガンやってるとミシンとお友達になれる。あとなんだろう、飽きない工夫。でもこれって結構重要なことだと思うんだよね。まあ今日も乗ってきたんだけど、バイクちょっと時間ができたら、あ、ちょうどいいとこない、本当1時間とか2時間とかでもいいから、まあよく言えば3時間ぐらい欲しいかな、3、4時間欲しいかな、うん、ちょっとバイクに乗ってプラーッと用もなく走ってくる。まあお気に入りのコースがあったりするんだけど、うん、最近思うのはね、どこ行ってもこう動画のネタとかブログのネタとかにするんだけど、そんなこともせずに純粋にこうプラッと楽しむね、そんなんもいいんじゃねえかな。そうすると帰ってきてすごくリフレッシュしてる気がするんだよね。ほんと前はね、しょっちゅうやってましたね、ブログを動画やる前だよね。まあ、動画でもちらっとお見せしたことあるかと思うけど、お散歩でもいいと思いますよ。最近は植物をめでるようになってしまってますから、これがね10分ぐらいたかなと思ってハッと気がつくと1時間ぐらいなんか植物棚の前でうだうだしてたりしますけどね。なんかそういうのってでも必要じゃない。逆にあれだな、逆に聞きたいな、本当聞きたい。いろいろ工夫してきたつもりなのよ。まあボンド乾く時間とかいろいろね、こうそんな時間に最近すっかり弾いてないですけど、ここにギターがあったりとかして、これがまた夢中になっちゃうからさ、練習してたあれできねえ、あれちょっと今の感じいいかもなんて言いながら、また気がすと1時間ぐらい弾いてたりとかして、いかん仕事に戻れみたいなね。
まいっていうのは全部気分転換だな。まあ気分転換っていうのも飽きない工夫っちゃ工夫か、まあ根本的なこう解決にはならないけどね、気晴らし気分転換っていうのはね、根本的なものは本当ただ単なるこう作業でも、今頭の中に浮かんでるものといったら、ここがこっち側に、これやね川じゃないから、こっち側に行った時にちょっと 奥に入るなとか、それを防止するためにはここにちょっと押さえがあったらいいよねとか、そしたら行きにくいよねとか、そういう工夫なんかをアップデートするみたいなことがあると、飽きずに続けられるかななんて思ったりもしております。ここもうちょっと塗った方がいいな。でまあなんていうんだろう、今俺喋っててアップデート違うじゃん、アウトプットしてるわけじゃん。なんかこういう作業してて、今俺が言ったようなことをなんか頭では考えてる、なんとなく考えてる、でもそれって頭の中ではなんか考えながら仕事してんだけど、そういうのっていくつもあって、言語化してないんだよね。頭の中でなんか考えちゃいるんだけど、言語化してないの。でも、この動画を撮るっていう行為は、言語化して、その頭の中に浮かんでる何かを伝えるためには言葉にしなきゃダメなわけじゃん。この言葉にするっていう行為自体が、なんかすごく有益というか、俺にとってもね。なんかこの定規に当たった後こっちに行って奥に行くよねって思ってたのを押さえればいいじゃんって、それまさにそれで、こういう風にしたらああいう風にしたらなんて頭の中でぼんやり考えてたものを言語化したことによって、実際にじゃあどうしよう、指を置いてみようとかね、あすごくいいじゃない、安定するじゃないとかね、参考になってくれれば嬉しいけど、俺も散々そういうなんかね、そういう戦ってきちゃ戦ってきたよね。はい、今回のロットはこれだけ。いっぱい作らない。いつもの3分の1とか4分の1ぐらいだね。あ、コンプレッションのせちゃいます。やってしまいました。やってしまいましたよ。ここでこの糸を処理しながらね喋ってたの。そんな長くじゃないけどエンディングトークかな。で何を喋ったかも忘れました。動画消しました。はい。ここにね入金未確認のお客様のアイテムがありました。はい。こうやって一生懸命ここでやってて思いっきり住所とか写ってたんでやらかしたと思った感じなので。はい、テイク2です。で、今ね、ガーデニングの秘密って俺よく言うでしょ。何やらかんやら。その動画を見てたのよ。こんにちは、マナスマナです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今チラッと聞こえてきたやつですね。これでね、どこだ。
よ。お水をあげた後に、あ、ここだ。わかるかな、ほら、あのシポシポシポって、あの乾かしてるんだよね、あのアガベのこうなってるところに水が溜まってるので、 LED パン立てるとこうレンズ効果で葉が焼けるんじゃないかなって俺は思って、ちょうどね、なんてことないのよ、たまたま引き出しポッと開けたらもう使ってない、昔一眼レフのカメラのレンズをシュッシュッてやってホコリを飛ばすやつがあって、あ、これ使えるじゃんと思って、これでシュッシュやってたのね。今見たら同じことやってると思って、あれ多分カメラのレンズを掃除するやつだよね。うん、お、面白そうだ。こんなね、まあもちろんプロの人でしょがやってることを、同じこと俺思いついてやってたと思って、ちょっと嬉しくなりました。はい、まあまあそういうね、いろいろ工夫だったりなんだったりが面白いなみたいなね、そんな感じでした。はい、てな感じで今回の動画終わろうと思います。さっき何喋ったか忘れました。よいしょ、少しだけだけど今日はアップしておきます。てな感じでまたお会いしましょう。バイバーイ。